ちゃんこんばんは。こんばんは。ミミコと教師松本と、こんばんは。ホムラありがとう。あんまりハートありがとう。ユリもハートありがとう。え、未来覚えてるよ。え、嬉しい。いや、TikTok 撮ろうと思って、で、メイクしたんだけど、結局うまく撮れなくて、もう今日やめようと思って。そう。いや、青丸は、あなた、いつも来てくれるから覚えてないに決まってるでしょ。あ、ハッチー、久しぶり。え、TikTok 難しいよね。難しいよね。でもやりたいやつがあるんだよね、まあ、今。え、平素じゃないやつをやりたくて。レアじゃない。レアじゃない、今のは。アイリちゃん。あ、ハッピーセット S! 高橋勉強しろ。いやーだね。いやーだね。まさかの朝は行けなかった。何時までやってたの？朝8時までした。8時まで。あ、しゅんちゃんのアバターが変わってる。これから塾だ。頑張れ。マチャポンハートありがとう。マチャポンありがとう。いやー、有利かな、グッティア。でも、今、ただでさ、一番、多分、少ないから、不利だよね。うん。ちょっと、マユもみんなみたいにたくさんやんないってやばいかもしれない。すぐるくまさん、ありがとう。え、嬉しい。ありがとう。ありがとう。MT さん、ありがとう。ラルーチェ強いね、確かに。ちょっと距離見してみようか。無駄なことも言いもんさ。前ってもう夏休みなの？さあ。さあ。え、まちゃもん、まちゃもん TikTok 上げたの？じゃあ見てみるね。てるくんのは見た。ちなみに。あと誰だろう。青丸のも見た。青丸のも見たし、うっちありがとう。青丸のはもう、とっくのとおり見てる。あと誰だろう。あ、ゆかちの見たよ、お絵かきのやつ。え、知ってる。だ、いのこと電話してたんだもん。まゆがいのこに教えたんだもん。青丸 TikTok 上げてるわ、って言ったら。え、じゃあ、じゃあうちいいね押すわみたいな。いいね押せた。キットカット食べたい。うまい。キットカット嫌いなんだよね。なんかボソボソしてるからあんま好きじゃない。そうなの？ありがとう。みんなの見てる。みんなの見てる。うん。え、キノコの山嫌い。え、イノコ嫌々じゃないよ。え、イノコ嫌々じゃない。なんか青丸かわいいとかしてよ。青丸かわいいって。もうさっきまで電話してたんだよね。ほんと、あ、アシ太郎じゃん。なんだっけ。今日も一日とっても楽しかったね。明日はもっと楽しくなるよね。明日ろ。アシュ太郎が来たのだ。ありがとう、ゆかち。好きなお菓子？え？もちろんスルメイカなんだけど。もちろんスルメイカだよ。あ、出た。ありがとう。そのツッコミ。ありがとうございます。あ！魚来てくれてありがとう。気づかなかった。
ありがとうな、いや、嬉しい。じゃあもうたくさんショールームやるね。あれ、またしゅんちゃんアバター変わってる。ピンクのマイメロから黒みになってる。おっさんじゃないよ。おっさんじゃないよ。ピチピチだよ、まだ。寒々あげなきゃ。じゃあ前が寒々のいいね、押す。いやー、眉はね、将来、なんだろうね。でもなんか、コーラハイってあるんでしょ？大人になったら飲んでみたいなって思う。グッティアは好きじゃないの？高鳴り。じゃあ、前も顔隠して撮ろうかな。前も顔隠して撮ろうかな。前私と同級生だもんね。そうだよ。だからまだピチピチだよ。まだ高校1年生なんだからね、みんな。お菓子、チョコ何が好き？眉ね、明治のブラックチョコレートが好き。普通に。アラード、ありがとう。アラード、ちくわくん来ないね。今日の朝、ちくわ来てたよ。ライダラ千万両ありがとう。リバブルこんばんは。一個下だ。先輩。そう。高校一年生。高校一年生だよ。苦いチョコ美味しい。甘すぎるんだよね。普通に苦いのが好き。あ、ちくわだよ。ちくわだよって。先輩。僕はもう30オーバーのおっさんです。大丈夫。まだね、30、30歳。あ、しゅんちゃんまた変わってる。まだね、30歳過ぎても、まだ人生長いから。まだね、あと、半分以上は生きれるから、大丈夫。あと30歳だったとしたら、あと50年はね、必ず生きられるから大丈夫よ。うん。まあ、わからないけど、まあ、確率的にとしては、まあ、50歳、50、30、今30歳だとしたら、50歳くらい、あと生きれるから大丈夫。うん。大好きだよ、マイティン。なんちゃら、湧き上がってきた。あ、ありがとうございます。TikTok 俺みたいなおっさんがあげたらみんなあげてくれんかな。大丈夫。大丈夫。TikTok は顔隠してでもできるから。うん。なんかマチャポンペットとか飼ってないの？なんかぬいぐるみとかないの？お家に。じゃあ、ルカチの写真をバーって並べて、ルカチの写真紹介みたいな風にやれば。それでいいじゃん、みんな。顔出すの恥ずかしい人は、それでいいよ。だからお願い！本当に！グッディア、このままじゃやばいです。本当に。お願いします。お願いします。まだ19でよかった。勝つのはじゃあまだこれから先の人生がね、楽しい人生があるね。顔出し恥ずかしい。大丈夫。なんかマイティ見たらエネルギー湧いてきたわ。いや、意味がわからない。 なんか前エネルギー出てるからだから。出てる？エネルギー。出てる？ちょっとじゃあ、なんか、エネルギーの元でもあんのかな、毎日か。タンクトップで TikTok やるかな。じゃあ、眉は、長袖のジャンバー着て TikTok やろうかな。こうやってなんかもう、帽子とかかぶって。あ、元気オーラが出てる。ちょっとめっちゃ TikTok あげよう。じゃあ見るね。見てるから。
今何人やってるかなってもう気になって気になってしょうがないの。あ、ギャシャだ。あ、シモキン。いやー、へそ出しはちょっと恥ずかしい。あ、ちくわ来た。ちくわ来た。なんか出てるよ。あ、ほんとに？じゃあ、眉は、なんだろうな。なんで出てるかっていうと、その元気のオーラが。まあ、まず、理由としての一つ目の理由が、まず、まあ、ご飯をちゃんと食べてるから。うん。ご飯をちゃんと食べると、まあ、元気のオーラが出るんですけど、ちゃんとみんなはご飯食べてますか？1日3食は別に食べなくてもいいと思うんですけど、まあ、1日1食はちゃんと食べましょう。ちくわありがとう。よし、ありがとう。はい、わかりましたか？はい。2つ目、はい、ちゃんと睡眠をとりましょう。まあ私が言うのもあれなんですけど、まあ眉はまあ不規則な生活なんですけど、まあ夜行性なんですよね。すごい夜中めっちゃ起きて、で昼間寝るっていう私は生活、もうこんな不規則な生活をまあ送ってる感じなんですけど、まあ夜寝れなくて、それでもちゃんと寝れば、まあこうやって元気になります。一日の半分はね、しっかり寝ましょう。はい、睡眠はだいたい10時間くらい取るとね、もう一日中元気にいられるんで、まあ本当は一日の半分12時間寝るのがね目安ですね。はい、そうなるともう一日騒いでも大丈夫、疲れないです。はい、3つ目、ま、笑ってることですね。やっぱり元気の魂を出すには笑うが一番なんですよ。ちくわありがとう。寝すぎじゃないです。はい、笑顔でいることですね。もうずっと口角上げて、うん、ニコ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 してればね、元気のね魂は出ていくと思います。本当にわーって出ると思います。だから笑いましょう。こうやって口角を上げて、こうやってねずーっと笑ったらもう勝手に魂は出るんで、笑いましょう。あ、笑うと長生きできるんですね。いや、私泣きませんよ。泣きませんよ、私。ね、笑うとやっぱり顔の筋肉もね、つくんで、こう。しかも、こうやってずっと笑ってると、周りの人も笑顔になるじゃないですか。笑いましょう。ちくわありがとう。はい、こうやってね、ちくわにもスマイル送って、ほら、ちくわの目はね、ハートになってますね。はい。はい、元気です。いや、変な目で見られません。実際私は変な目で見られてるんですか？私は変な目で見られてるんですか？え？見てる人いるんですか？変な目で。え？あ、釣られて笑っちゃいますよね。そうですよね。ちくわありがとう。ありがとう。え？高橋舞は変なおじさん？え？変なおじさん？ほら、舞が今日ね、一日二回も配信したから、ほら、今日一日頑張れたって、やっぱりこの笑顔のおかげなんですよね。うん。あ、しゅんちゃんまた変わってる。あ、笑っちゃうよね。うん。え、変な目で見ようってやめてください。え、ちくわありがとう。あ、ありがとう。あ、そして4つ目、ヨーグルトを食べましょう。やっぱりヨーグルトは美味しいので、
ヨーグルトを食べましょう。はい。まあ、そこはスルメと言いたいところなんですけど、スルメはやっぱり高カロリーなんで、体にいいのかもしれないんですけど、食べ過ぎは良くないんで、やっぱりヨーグルトがね、一番いいんですよ。私はよく低脂肪ゼロカロ、ゼロのヨーグルトにキウイを入れて食べてます。あ、秋元さんありがとう。あ、アロエヨーグルトも美味しいですよね。でも私は低脂肪の、0%の、脂肪0%のヨーグルトに、キウイを入れて、混ぜて食べるのが好きです。キュウリじゃないです。キウイです。やっぱり、それが一番合うんですよ。いや、キュウリじゃないです。キウイです。キウイです。いってらっしゃいとよ。キュウリじゃなくてキュウイです。はい。ま、五つ目は、やっぱり大きな声を出すことですね。自然と大きな声を出すと、まあ、元気が出るっていうか、大きな声を出しましょう。ヤッホー！お腹痛い？大丈夫？薬飲みなさい。薬をね、飲んで、寝ることをお勧めします。はい、富士山に向かって、ヤッホー！大きな声、出してください。そうすると元気が出ます。皆さんもやってみてください。くれぐれも近所迷惑にならないように大きな声を出しましょう。ちゃんと今日大学行ったぞ。可愛い子いなかった。もう絶対行かない。どうせいたんでしょ？あ、カトカト久しぶり。うん、見えない。だから眉は、まあ富士山がある方向はわからないけど、まあ富士山がこっちの方にあるだろうって思って、ヤッホーって叫びました。あ、きとこんばんは。ヤフージャパン。ね、鼻水。本当に出るんだけど。ティッシュがもう離せないよね。あ、みんなありがとう。これ使ってる。本当に。かわいいよね。ほら、まだ値札も外してないよ。そんくらい大切なの。ありがとう。みんなからもらった大切なプレゼント。かわいいでしょ？みんながくれたんだよ。もう前はこれ、もうこれを鼻にね、刺してね、シュッてやるしかないですね、ほんとに。あ、鼻がスースーする。これいいよ。鼻すっきり洗浄液。わからない。でもわからない。なんかわからないけど、ショールームすると鼻水が出るんだよね。鼻がスースーする、めっちゃ。あ、しゅんちゃんまた変わってる。あ、ショールームアレルギーなのか。やっぱショールームつけると、やっぱり人が変わるから、いつも家で騒がないけど、ショールームやると、なぜか一人でこの部屋にいても騒ぐから、それで、まあ、前の部屋の埃が、わーって舞い上がって、前の鼻の中に入って鼻水が出るっていうアレルギーか。生まれる日。担ぐんでしょ？お馬さん。アラードとちくわが並んでる。
いや、前、部屋片付けたの、片付けたんだけどね、昨日。あ、掃除機でもかけてねえわ。掃除機後でかけるわ。もう、埃がたくさんある。予告見た。見たよ、予告。この時間帯、誰か配信してる？ラスアイファミリーで。はーい。はーい。配信してるよ。ここにいるよ。ラスアイドルファミリーのグッドディアの長島だよ。イェーイ。ちくわさん兄弟募集中？ちくわさん兄弟。じゃあ、ダイダラにやってもらいましょうか。ちょうど、ここ並んだらね。食パンが3人。ミリーですよ？知らなかったんですか？じゃあ私は誰ですか？私はじゃあファミリーじゃなかったら誰なんですか？オールインワールド全開だったね。予告だけなのに。ジェフから電話かかってきた。塾とか偉いよ。ハンバーグ食べたい。前昨日ロコモコ丼だった。今日の朝その残りを食べた。美味しかった。グッディわらわら。正解。正解なんだけど、みんな知らないんだけど。ソロシンガーとか、そんな歌うほど上手くないです、私。もう、ギター持ってなんか、ジャンってやるほど歌は上手くないです。最近マックしか食ってねえや。ちゃんと野菜も食べましょう。私はシンガーソングライターじゃないです。腹の調子悪すぎ。薬を飲みましょう。バイバイ。ちゃんと大学行くんだよ。レタスとかあるやん。でも、肉が勝ってるので、まあ、レタスは入ってるかもしれないんですけど、肉がやっぱり勝ってるんで、まあ、レタスの効果はあまり出てないので、まあ、ちゃんとサラダ食べましょう。時間経つの早っ。それな。時間経つの早い。ね、早いよね。じゃあ、そんな、時間経つの早いとおっしゃったあなたたちに、私が時間を止める魔法をしてあげよう。時間よ、止まれ。これで止まった。これで止まったよ。これで時間止まったよ。みんな、時計見な。止まってるよ。電車のだから笑わせないで。笑わないの。止まったよ！私の時計は止まってる！ ほら、止まってるよ！止まってるよ！ほら、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 止まってるよ！ いや、針動いてるのはやっぱ気のせいかな？いや、私は魔法使いっていうか、マジシャンだし、魔法も使えるんだよ！
はあ。じゃあ止まってるはず。まあ私はマジシャンだから、もう一流マジシャンに成長したから、まあそれでね、まあ自分のメガネも変えたんだよ。ねえ。もう弟子入りしていいよ。弟子入りしていいよ。もう弟子入りしな。もう教えてあげるから。もう老眼が来たってさ、もう老眼が来ちゃって、もうメガネかけないと何も見えないんだよね。もうこの間までさ山に住んでたから目良かったんだけど、いや東京引っ越してきちゃったから、だからなんか目悪くなっちゃったんだよね。やっぱ都会最高だね。よし、メガネかけて。目ん中掃除しないとな。ないだろ、ありがとう。こないだ初めてディズニーランドってところ行ったんだけど、めっちゃいいところだね。ねえ。ねえ。僕、ミッキーと結婚するのが夢なんだ。はは？あ、メガネが。まあ、僕は、まあやっぱり、ディズニーランドといえば、バタージョイポップコーンが好きなんだけど、まあ、ポップコーンバスケット欲しかったよね。なんか、箱の500円だと思って、ポップコーンバスケットが。で、それで、ポップコーンバスケット買ったら、買おうとしたら、2000円くらいで、お金がなくて買えなかったんだけど、なんか500円の、なんかポップコーンバスケットがあって買ったんだけど、おかわりもれな、もらえなかった。おかわりもらえなかった。いや、アイドルだよ。じゃない、アイドルじゃない。マジシャン。僕はマジシャン。いや、なんか、声変わりしたんだよね。この間までなんか変な声だったんだけど、声変わりして、こういう声になったんだよね。あ、アイナありがとう。世界的なマジシャンになるから、みんな。じゃあ、この箱があるじゃないですか。開かないじゃないですか。ほら。開かないじゃないですか。でも、いきますよ。3、2、1、はい。開くんですよ！見て、開くんですよ！箱が開きました。あーっと、久しぶり、久しぶり。あ、僕の名前はダビッドソンです。あ、コメントを求める顔してた。そんな顔してるつもりなかったんだけど。あ、歌郎久しぶり。久しぶり。いや、だってすごいじゃん、このマジック。すごいじゃん。だって、開かないじゃん、開かないじゃん。でも、3、2、1。開いたー、開いたー、開いたー。メガネケース色違い。ああ、色違い。え、すごい。ねえ、ちょっと鼻水。
あ、いいね、これ。そう、なんかアレルギーなんだよね。だからちょっと鼻にティッシュをこうやって当てとかないとダメなんだよね。ね、これいいからみんな真似してみて。こうやって鼻と鼻の間にこうやって、あ、僕は人間だ、これが本当の鼻だ、これは被り物じゃない、これは本当の鼻だ、みんな信じてくれ。あ、信じてくれた人がいた。あじゅ太郎、いや、特にアレルギーはない。これは被り物だよ。これは。でも、これは本当。じゃあ普通に戻る。恥ずかしい、これ外したら恥ずかしくて喋れない、恥ずかしい、恥ずかしい、顔見ないで、恥ずかしいから、恥ずかしいから、ちょっと恥ずかしいからさ。いや、恥ずかしい、恥ずかしいから、ちょっと顔見ないでほしいな。これつけないと恥ずかしいの、恥ずかしい、これがないと私は生きていけないの。これつけないと。本当はマジシャンだけど、引きこもりでアニメが大好きで、ずっと夜中はずっと動画見てるんです。ホラーじゃないよ。自分の顔がコンプレックスなんです。あ、まあ、ホラー映画で出れそうかな。じゃあ今からお勉強しましょう、一緒に。高橋と一緒にお勉強しましょう。はい、高橋真由です。まゆさ、そのさ、なんかショールームするさ、台をさ、なんかさ、このなんか台をさ、国語辞典でさ、なんかやってたの、タブレットでやってるから。はい。ゲームしたいのだ。あと7分待ってね。はい、じゃあ国語辞典でね、今から言葉を調べていきたいと思います。はい。はい。ってことで、国語辞典で、言葉を調べていきたいと思います。はい、じゃあなんて言葉を調べてほしいですか。皆さんなんて言葉を調べてほしいですか。半で終わりです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。
はい、馬、はい、馬って調べますね。まあ私は国語辞典のプロなんで、すごい国語辞典はね得意なんですよ。あの開くのが得意なんですよ。何でも調べるんで、ちょっと言ってください。馬、馬と馬は家畜。体が大きく走るのが速い。人を乗せたら車を引いたりする。術後馬乗り、親馬、子馬、竹馬。馬が合う、馬の耳に念仏。あぶみ。だそうです。怖くないよ。はい、次。次何を調べてほしいですか？そうですね。小学館の国語辞典です。ミリちゃん。やっぱ、眉いかれてんな。いかれてないよ。アイドル！アイドルとは？憧れの的になってる人気者。そう、私みたいに。憧れの的になってる人気者。あ、私みたいに。はい、次行きまーす。はい、次。あ、ありがとう、ありがとう。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 あと4分しかないよー。はい、しか。はい。はあ、時間は止まったよ。山野に住む獣。オスには枝のような形の大きな角がある。種類が多いだそうです。まあじゃあ私は鹿になってみましょう。形の多い角だから、まあまあこれかな。鹿の鹿。馬と鹿を合わせてみ、形の多い角でしょ。これは鹿だよ。鹿。なるほど、その漢字も知らないよね。うん、知りません。馬と鹿を合わせるとトナカイだよ。知ってた、みんな。馬と鹿を合わせるとトナカイになるんだよ。知ってた？まあ知らないと思うけど、馬と鹿を合わせるとトナカイになるんだよ。知ってた？だって馬はなんか車を引くじゃん。さっき辞書で習ったでしょ。車を引くじゃん、馬は。で、鹿は角が生えてる。合わせると
やっぱり車を引く角を生えてる、イコールトナカイ？意味わかる？トナカイだよ。教えてくれた。いいや、いいや、とんでもないです。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 本当に、どういたしましたって感じです。足もきれん。ヤッホー。へそ？そう。あ、向井が久しぶり。愛ちゃん。ありがとうございます。はい、そうです。そうです。読み方を変える？読み方を変える？バカだったのだ？私、バカじゃないよ。バカじゃないよ！勉強になったでしょ？どういたしまして。じゃあ、読むね。13位、空の魚。12位、剣丸。11位、スキモ。10位、マチャポン。9位、スグル。8位、ジュンジュン。7位、シュンちゃん。あ、また変わってる。6位、シモキレン。5位、なんだっけ。エリンギみたいな名前の方。前これ読めなくてエリンギって名前つけたんじゃなかったっけ。じゃああなたの名前は今日からリンギさん。4位カトカタ、3位ちくわ、2位ダイダラ、1位アラード。ありがとうね。あーリュウ久しぶり。気づいた、今来た。エギングか。じゃあ君はリンギで。ありがとう、ありがとう。もう最近目が悪くてね、メガネかけてないとダメなんです。本当にテレビも全然見えなくて、ここにテレビがあるんだけど、もう全然テレビが見えなくて、本当に、もうそのくらい目が悪いんです。本当に。ってことで、今日もにらめっこをしましょう。はい。にらめっこたーい。まあ、まあ明日の朝ショールームできるかわからないんで、まあ明日の朝できなかったとしたら、今日このにらめっこで笑った方は明日一日大凶ってことで、負ける気しない。いい度胸だと思います、その度胸。その度胸はね、認めます。まあ今日、まあ明日の朝できるかわからないんで、まあ今日、このにらめっこで負けた方、代表だった方は、まあ明日の運勢も、もう超ウルトラスーパーミラクル代表ってことで、よろしくお願いします。にらめっこしましょう。せーの、にらめっこしましょう。笑うと負けよ、アップ。はい。いや、なんか違うな。なんか違う。もうちょっと変顔の練習しておきます。はい。ってことで、笑った方は、超ウルトラスーパーミラクル、大凶ってことで、明日も、今笑ってる人もダメだからね。今笑ってる方も、今日の配信が終わるまで、今からずっと真顔でいないといけないんだからね。今笑ってる方も、やっぱり、大凶だから、この配信が、
この配信が終わるまで、まあ、笑っちゃいけないから、今笑ったらもう大凶だからね。はい。ってことで、笑わなかった方は大吉ってことで、明日の運勢も超もう最高に、最高にいい運勢なので、もう、明日はもう、お外をルン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 歩いて、過ごしましょう。今日はとても楽しかったよね。どういう声だっけ？今日は今日できない。今日はダメだダメだ、ロコちゃんの声はやっぱり難しい。練習しときます。練習しときます。じゃあみんな、じゃあちくわ仕事頑張ってね。早くするの。今日一日とっても楽しかったね。楽しかったね。明日はもっと楽しくなるよね、みんな。まあ、明日は、まあ、最高にね、楽しくなると思うから、みんな、じゃあ、お外をルンルンルンって歩いて、お花さんに挨拶して、で、それで、まあ、お空に向かって、まあ、大きな、さっきも教えたけど、やっぱ、大きな声を、出すと元気のパワーが出るから、富士山に向かって大きな声を出して、もう明日も楽しんでください。一日バイバイ、おやすみ、ありがとうショールーム、ありがとう、バイバイ、暗、バイバイ。